クレーオートカゲは、オオトカゲかオオトカゲ属に分類されるトカゲ。フィリピン固有種全長150から165センチメートル。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の、数は約190。体色は暗緑色で、胴体には黒い横縞が7本入る。種小名アレベーセウスは、オリーブ色ののい。尾光は細長く、粉炭とめの中間よりも、 やや粉炭よりの側面に開口する。後方の葉は丸みを帯び、側辺しない。これにより、果実を潰して食べることができる。腰体は、胴体の黒い横縞が明瞭だが、成長に伴い体色が暗くなるため不明瞭になる。熱帯雨林に生息する。危険を感じると岩の隙間などへ逃げ込む。植生は、植物食傾向の強い雑食で、果実、昆虫、 接触動物、甲殻類、陸生の貝類などを食べる。成長に伴い植物食傾向が強くなる。本種が植物質を摂取するようになった理由としては、動植的に分布する水オおトカゲに対する競合や、獲物の少ない環境に対する適応と考えられている。繁殖形態は卵生。7から9月に交尾し、7から11月に1回に5から8個の卵を産む。 1970年代までは標本画に対しかなく極めて生息数の少ない種とされていた。開発による生息地の破壊などにより生息数は激減している。ペットとして飼育されることもあり日本にも輸入されている。流通量は極めて少ない。大型かつ神経質で大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には進められない。 ありがとうございます。